日本の防衛費も 2% へ突入していく。23年度スタンドオフ能力獲得が喫緊の課題として挙げられている。今回はトマホーク調達と一蓋式誘導弾延伸開発を詳しく見ていきますね。年末には安全保障関連3文書の改定も迫っていますね。キッシー大丈夫。2022年末の日本では、本年の夏場に打ち出されていた防衛費の増額という、現岸田政権の政策を具体的に推し進めるため、その根拠とする、いわゆる安全保障関連3文書の内容改定や、財源、具体策等についての報道が増えている。ことに、直近の報道では、来年の2023年度からの5年間の総額で、およそ43兆円にも達すると、見られる防衛費について、これを実現するための財源として、法人税やタバコ税等の増税を行う方針と伝えられ、波紋が広がっている。また、東日本大震災後に、その対策として設けられたはずの復興所得税の期間を延長し、防衛費増額の財源に充てる構想も報じられ、ここに至っては、その税の使途目的を曲げた転用であるとの批判の声も大きくなっている。今後行うべき政策を推し進めるためには、こうした先立つものは予算額という大きな問題を避けて通ることは無論不可能だが、現岸田政権にはこうした点から防衛費増額に反対する勢力の口実に使用されない姿勢を貫いてほしいものだ。財源の問題は、日本国民一人一人の生活に直結するものであるため、今後も紛糾しそうだが、日本の防衛力の強化は、周囲を取り巻く安全保障環境の悪化から必須状況であり、抜本的な対処策を講じる時期であろう。ここのところの日本は、敵の防空ミサイル等の射程圏外から攻撃を行えるようにする、いわゆるスタンドオフ能力の獲得を、防衛力の柱に据えようと動いており、合わせて、今は、反撃能力と称する分野への対応を検討している。こうしたスタンドオフ能力を象徴する兵装としては、国産の一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型が挙げられ、現行の 200km 弱から、一気に、1000km 超にまで、射程距離を伸ばし、その能力を獲得することを目指している。しかし、現時点では、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型の実戦配備は、少なくとも、2026年前後と、まだ、数年は、時間を要するため、その間の期間を埋める兵装として、アメリカから、トマホーク巡航ミサイルを調達する案も出されている。トマホーク巡航ミサイルは、アメリカ海軍の主力艦艇である、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦、バージニア級攻撃型原子力潜水艦等の対地攻撃用の主兵装として使用されている兵器である。このトマホーク巡航ミサイルは、駆逐艦や巡洋艦においては、甲板上の VLS、垂直発射艦から運用され、バージニア級潜水艦は、専用の VLS、垂直発射艦を持ち、イギリスのアスチュート級等の潜水艦では、既存の 533mm 魚雷発射艦を使用する。そのため、日本の護衛艦でも、マーク 41VLS、垂直発射艦を装備した数多くの艦艇で搭載、運用できる可能性があり、アメリカ軍においても、湾岸戦争以降の戦いに実戦投入され、実績を積んだ兵装のため、信頼性は非常に高い。トマホーク巡航ミサイルは、これまでに、様々な形式のものが製造されており、今回日本が調達するものが、どれになるのかは定かではないが、少なくとも、射程距離で、1600km ほどはあると考えられている。これだけの射程距離があれば、飛翔速度は、亜音速とはいえ、
九州本土から沖縄等の南西諸島はもちろん、中国の沿岸部や朝鮮半島までを攻撃範囲内に収めることとなるため、従来の兵器とは根本的に異なる運用が可能となる。一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型は、今まさに開発中ではあるが、こちらも飛翔速度は音速であると考えられており、その意味においては、トマホーク巡航ミサイルとよく似た運用が考えられる兵装となるのだろう。日本の大手マスメディアの中にも、根強く残る左派志向は、こうしたトマホーク巡航ミサイルや一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型の自衛隊への配備を捉えて、その専守防衛の理念に反するというような論調の非難を頻繁に行っている。しかし、そうした日本の自衛隊の装備しか見ない視点からは、今や、最大の仮想敵国となった中国の軍備をあえて見て見ぬふりをしているとしか思えず、中国軍は、日本をすっぽりと、射程距離内に収める、中距離弾道弾を多数配備済みだ。これまで日本が行ってきたミサイル防衛は、主として北朝鮮が発射する弾道弾の迎撃をイージス護衛艦が装備する迎撃ミサイルで撃ち落とすことに主眼が置かれていたが、もはや、それらはそこまでの脅威とは言えないだろう。確かに、北朝鮮は、ここのところ、急速に、ロシアからの技術供与を受けて、新型ミサイルの開発を加速させており、さらに、核兵器すら、寸でに手にしてはいるが、日本を占領するような部隊を、日本海を越えて送り込む能力など、全くない。したがって、仮に、何らかの理由で、日本に向けて、北朝鮮がミサイルを発射し、それが、日本のミサイル防衛網を突破し、迎撃されずに損害を及ぼしたと仮定しても、確かに被害は生じるが、それに続く上陸などの危機は起こり得ない。また、言葉は適切ではないかもしれないが、北朝鮮の最大の目的は、アメリカと韓国とに軍事力を誇示して、今の体制を延命させることであり、日本に対して積極的なミサイル攻撃を行う軍事的な理由が、そもそも薄い。そのため、日本が今後調達するスタンドオフミサイル類は、ほぼ対中国戦を想定した上での必須の兵装であり、敵からのミサイル攻撃に対し、従来のそれらの迎撃を目指す手法から、兵器の進歩に合わせて変換しようとする試みだ。それは、近年進歩が著しいミサイルに対して、すでに、その迎撃が、技術的な困難に直面していることが最大の理由であり、そうした拒否的な抑止力を発揮できない以上、懲罰的な抑止力を持つしかないというロジックである。懲罰的な抑止力とは、攻撃を仕掛けようと、企図する敵軍に対し、それを実行に移した場合には、自軍にも少なからぬ犠牲が生じると理解させることで、攻撃そのものを思い止まらせる兵器を相手が保有している場合に成り立つ。今、まさに、日本の防衛力は、その懲罰的な抑止力を獲得するしか、すでに、多数のミサイルや艦艇を有する中国軍に対して、他に、有効な対処策がない状態であり、かつての旧ソ連との冷戦構造から、続いた防衛戦略の見直しを迫られている。こうした防衛政策の転換を政治的に進めるために規定されているのが、国家安全保障戦略、防衛計画の大綱、中期防衛力整備計画の、いわゆる安保関連三文書と呼称されているものであり、これらに、日本の防衛の具体策が明記されることとなる。今回の2022年末には、これらすべての改定が行われるが、さらに、その文書の名称に関しても、これまでの防衛計画の大綱は、国家防衛戦略、中期、防衛力整備計画は、
防衛力整備計画へと変更され、日本の国防が抜本的な変革期にあることを示している。これらの文書の中で最上位に位置する国家安全保障戦略は、平成25年、2013年に定められたもので、今回が初めての改定を迎えるが、およそ10年を目途に、日本の外交政策や防衛政策を記した基本の指針となっている。ここでは、軍事力の増強と勢力圏の拡張を継続する中国の在り方に対し、国家安全保障戦略では、そうした中国の姿勢を国際的な社会から見た場合には懸念材料であると定義し、日本にとっても今の最大の脅威を位置づけている。そして、今回から国家防衛戦略となる旧防衛計画の大綱は、昭和51年、1976年から策定され、今回で7度目の改定を迎え、およそ10年ほどの期間を想定した日本の自衛隊を中心とする防衛力の整備について定める文書となる。最後の防衛力整備計画、旧中期防衛力整備計画は、国家防衛戦略において記された内容を実現するのに、必要な防衛費の金額や個別の装備品を具体的に示したものとなり、およそ5年間の単位で規定されることとなっている。